ウィンダムはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロッキンガム郡西部の裕福な郊外町である2010年国勢調査では人口13,592人だったウィンダムとなった地域にはもともとポータケット族インディアンが住んでいた1719年にスコットランド系移民が地域に入植を始めた隣接するデリーや ロンドンデリーの町となっている場所を含め地域は、喧嘩のなる木が深く茂った森があったので、ナットフィールドと呼ばれていた。1721年までに初期の開拓者が独立した町を設立することを、請願した。ニューハンプシャー植民地総督のベニング・ワン・トワースが1742年に、この要請を承認した。ある出版物となっている資料によると、 町の名前はアイルランドのウィンダムから来ており、西願者の故郷を思い出させるものだった。しかし、別の資料では、第2代エグレモント博、チャールズ・ウィンダムにちなむ命名だと推了している。エグレモント博は1734年から1750年まで、イギリスの議会議員であり、1761年から1763年は、南部国務大臣を務め、 ベントワース総督とは親友だった。ウィンダムの町は当初、ロンドンデリーの一教区だった。ニューハンプシャーとマサチューセッツの教会が設定された後で、ベントワース総督が指定した2番目の町になった。1831年から1834年まで、ニューハンプシャー州知事を務めたサミュエル・ディンスムーアが、ウィンダムで生まれた。ウィンダムで最初に行われた。 国勢調査は1790年のことであり、この時、の人口は663人だった。ウィンダムの街で、歴史的な目印となるものに、サールズスクール、サールズキャッスル、タウンセンター、さらにアームストロング記念ビルがある。サールズキャッスルは、ウィンダムでも最大級に、顕著な目印である。室内装飾家で古美術収集家の、エドワード F ・サールズがこの城を建設した。 建築家ヘンリー・ボーンがイングランドのオックスフォードシャーにあるスタントンハーコートの荘園のスタイルに習い、この城を設計した。建物は125万ドルをかけて1915年に完成した。城内には20以上の部屋があり、様々な用途や行事のために貸し出しもされている。1909年7月、サールズがサミュエル・ディンスムーア知事を検証するために、 その生誕地であるジェニーズヒルからいくつかの棒の記念名板を建てた。これが現在も歴史的名印を指定するものとして立っている。ウィンダムはニューハンプシャー州南東部のロッキンガム郡に位置し、マサチューセッツ州との宗教から約3マイルにある。週間高速道路93号線の3番出口からアクセスできる。人口が1万人を超え、商業地は 約160区画しかなく、公共交通機関がないことで、ベッドタウンと考えられている。最も近い空港は、約20マイル北にあるマンチェスター・ボストン地域、空港である。マサチューセッツ州ボストンは、週間高速道路93号線に沿って37マイル南に、ある。ウィンダムの風景は、郊外部の区画、田園の開けた空間、大きな未開発地で構成されている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は27.9平方マイルであり、このうち陸地26.8平方マイル、水域は1.1平方マイルで、水域率は3.80%である。町内最高地点は標高505フィートのジェニーズヒルである。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 ウィンダム教育学区の4つの公立学校には2800人以上の児童生徒が通っている。幼稚園から2年生及び一部3年生はゴールデンブルック学校に通っている。その他の3年生と4年生、5年生はウィンダムセンタースクールに通っている。ウィンダム中学校は6年生から8年生を教えている。ウィンダム高校は9年生から12年生を教えている。 2009年の開校であり、2012年に最初の卒業生を出した。2011年から2012年の教育年以前、ウィンダム高校には上級生がいなかった。この高校が開校される以前、ウィンダムの高校生は1995年から隣接するセーラム町にあるセーラム高校に通っていた。2011年がウィンダムの高校生が、 セーラム高校を卒業した最後の年になった。1990年代や1980年代はデリーのピンカートンアカデミーに通っていた。ウィンダムはウィンダムと隣接するペラムの教育学区を合わせた学校管理第28ユニットに属していた。2013年7月1日からウィンダムとペラムが分離し、それぞれ学校管理ユニットを持つようになった。ウィンダム教育学区は ニューハンプシャー学校管理第95ユニットとなった。ウィンダム高校の生物学教師、ベサニー・バーナス校には、ニューハンプシャー州の2012年の教師に選ばれた。ウィンダムには、市民公園、ゴルフコース、テニスコート、ボーリング場、青年レクリエーション、釣り、漁、ボーート、スノーモービル、自転車道、ウォーターフロントなど様々な呼び物がある。 ウィンダムカントリークラブゴルフコースは18ホールのゴルフ場であり、ゴルフダイジェストから4つ星をもらった。2005年に作られたクリフィンパークには野球場3面、サッカー場1面、テニスとバスケットボールのコート、遊戯場がある。個別池には町の浜がある。6月半ばからレイバーデーまで監視員が見張っている。水泳の授業が毎回ある。浜に隣接して、 ボートの浸水場がある。ウィンダムレールトレイルは舗装された歩道と自転車道である。ウィンダムのレクリエーションアスレティック青年プログラムには、フットボール、チアリーディング、野球、テニス、ラクロス、バスケットボール、サッカーが入っている。ネスミス図書館が公共図書館である毎年6月、フレンズ・オブ・リバティがイチゴ祭りを開催している。この祭りは、 グルメグリル、グレンズクレームコーン、ビレッジビーンなど地元の食品産業が講演している。ターキートロットと呼ばれる3マイルないし5マイルのウォーキングもある。毎年感謝祭の朝に始まり、地元のシェパーズフードパントリーのために募金を集める。イチゴ祭りは図書館では混み合うようになったために2009年に隣のウィンダム高校に会場を移した。 ウィンダム消防署は24時間待機の部門である。緊急サービスを提供するほか、地域社会と共同し、教育学区での防火活動や、ファーストエイド教室などを行っている。ウィンダム警察署は17人の人員が交代で24時間勤務、している。その他に検察官、記録管理官、秘書官がいる。消防署も警察署も町役場の向かい側にある。 最も近い総合病院は5マイル離れたデリーのパークランド医療センターである。ありがとうございます。